いいただしは、大見彦根藩の、第十代藩主、第八代藩主、いい直井の次男。母は、内藤氏、直行の二位。性質は、坂井ただちの娘。教法十二年九月八日、江戸藩邸にて生まれた。付役は、青木平左衛門と、犬塚十三衛門のが勤め、赤坂五門のうちの彦根藩中屋敷に居住した。おじで、 先代藩主の井い直貞は病気療養のため隠居を希望していた。直貞には、実施、直方がいたが幼少であったため、自家が直貞の養子として迎えられた。法暦4年6月19日、直貞の隠居により、家督を相続した。家中の混乱を有料して、当時としては異例ながら、家臣の意見を丁寧に聞くことを重視し、法令を守り、倹約を胸として、 武芸加芸に邁進すること、皆の意見を聞くことを意図はないので、何かあれば、よか、蕎麦役に相談するように、性が間違っていれば意見してほしい。そこから議論していきたいなどと、家中に示した書面に残されている。しかし、こうした矢先に急病に倒れて、自家、は、養子として、上野立場や主犯藩主で、落ち松平家三代目の松平竹本を迎えたいと、 幕府に申し出たが、陰家の血筋を重視した幕府に却下され、隠居した先代の直貞が再建するよう命じられた。同年8月29日、病気のために休生した。去年28、直貞が再び藩主となったが、翌法暦5年、自家の弟の直行に家督を譲って隠居した。日付イコール旧歴。ありがとうございます。